動画の視聴ありがとうございます私レック専任講師根本障子と申しますここでは私が担当する新全日専科講座こちらのカリキュラムを紹介してまいりますこちらの講座学習に多くの時間を取れる方その方への特別カリキュラムになっています学習に専念できる環境の方仕事が そこまで大変ではない方そういう方に対して多くの講義多くの演習それができるようなカリキュラムになっていますこのカリキュラム大きく分けるとこちらに載っている年内のものと年明けで変わってきます年内はいわゆるインプット状態になります 講義を聞いて知識を仕入れるこれが年内の勉強です年明け年明けは基本復習と演習に回す時期になります約半年間復習と演習に回せるんですではその年内年明けをもうちょっと細かく見ていきます はいまず年内ですがまず冒頭では全体構造講座というものから始ままってきますこれはこの試験科目多くの科目のもう基本知識を学んでいく特に一番重要な科目の民法の基本知識を学んでいくその部分だと思ってくださいでその後一1科目ずつ勉強していきます 特に初めの一二三四。この四つが主要科目と呼ばれて、配点が高いところになります。はい、で、その後に1。一二三四、四つの科目があって。これが受験用語で言うと、マイナー科目と呼ばれているもので。配点が少ないところになります。まず、主要科目。配点高いところをしっかりやって。 その後に配点低い科目をやっていくとこういうカルキュラムですそして全ての科目が終わった後にブラッシュアップ編というもので特に前にしてきた4つの科目主要科目についての横断整理や細かい知識これを入れてくる箇所これもご用意していますこれが年内の講義で基本 週6回の講義になります生クラス等であれば、月、水、金、週3回、午前午後、午前3時間、午後3時間という形で受けていきます。ただ例外が、この不動産登記法というものと、商業登記法というものです。この2つに関しては、月曜6時間、 金曜6時間の週4回講義になります。というのも2つ理由がありましてこの東京といいう科目は情報量が多いんですよそのためしっかり吸収して次の講義を受けてほしいということからこちら週4回にしています。またこの科目が終わる頃にはえ始める頃には前の科目が終わってます。 この前の科目の復習もしっかりやってほしい。ということで、抑えめの回数、カルキュラムしています。これが年内の学習です。次に年明けになります。年明けの方は、メインはこの過去問コンプリートという過去問講座になります。この司法書試験では、 過去の本試験問題俗に過去問というんですがこの演習が必要不可欠ですこの過去問を無理なく潰せるよう設計したのがこの過去問講座になりますそしてもう一つメインテーマが一番下戦連実力要請編こちらはテストと思ってくださいテスト 範囲が決まっってているテストと思ってください。だからここの過去問講座をを受受けけてテストを受けに行く。こんな感覚です。もうちょっと言うとこの過去問講座を受ける前にまず年内の復習をする年内の復習をして過去問講座を受けるテストを受けに行くでそれ終わったらまた年内の復習をして過去問講座を受けてテストを受けに行く。 こんな感じで、ね、復習過去問テストこういう形で三ヶ月で一回しさせるこれがこの一月から三月までの学習プランです一方四月以降は何かというとこれがいわゆる模試のシーズンですこの試験は午前科目と午後科目がありますこの冒頭にある 生戦討連ファイナル編というのは、午前科目だけで3回、5科目だけで3回の模試をやっていきます。その後、全国公開模擬試験、全国スーパー公開模擬試験、これを使って、こちら全科目のテストをやっていきます。4月からはずーっとテスト付けです。毎週土曜、日曜は、 ずっとテストを受けていってその延長で本試験を迎えていきましょうこれが私が担当する新全日産科講座のざっくりとしたカリキュラム説明ですまだまだいろいろお話したことはいっぱいありますぜひレッグ各本校もしくはいろんなガイダンスに参加してちょっと私の方からいろんな情報を聞いてくださいこちらの動画の方は以上です 最後までご視聴ありがとうございました。